こいつはね、自分の能力を自分で理解していないんですよ。パンチをする前のこの瞬間移動の方が絶対に汎用性高いし、そもそもこいつは身長が低すぎるんですよ。で、この画像を見る限り、こいつの身長はボール3つ分なんですよね。もうピカチュウとさほど変わりがないんですよね。それらを踏まえた上で、次の映像を一緒に見ていきましょう。まだまだ南様、必殺シュートでいけ。いや、ダメだって。普通のシュートを止めるので精一杯なんだから。ソニックショット。ほら、言わんこっちゃない。もっと集中しろ。サムナイト、お前の体格ではボールに押し込まれるだけだぞ。いや、めちゃくちゃ言うやん。あの松岡修造でさえも、できるできる君ならできるってワンフレーズでほとんど構成された応援歌作ってるんだから、お前もう少し自分の発言を慎んで行動しろ。伝来をとろ。いや、ちょっと待って。今一瞬カットイン入った時に、こいつ映ったよね。何お前他人事のようにびっくりした顔してんだよ。お前のせいでこんなことなってんだからな。思いっきり打ってください。いや、何を言ってんのっていう顔でみんな見てるじゃん。お前は早く病院に行け。スルギ、もうみんな今何伝えたか分かりましたよね。お前は絶対にもう必殺技打つなよってことを伝えたんですよ。今度はスルギか、デスソードか、それともデスドロップ。大丈夫、お前にデスソードやデスドロップが来ることはもうない。安心してドシッと構えろ。行くぞ。いや、何をしてんの。牽制アスロット。いや、なんで必殺技よりも強い化身なんか出してんだ。お前バカか。無理だ、僕には止められないよ。もうこうなった以上、剣を誰か止めるしかない。観客にいる人でもベンチにいる人でもいい、誰でもいいからこいつにガツンと言ってやる。決心、無茶よ。必殺シュートだってまだ止められないのに。言い過ぎや。